はい、どうも皆さんこんにちは、レイです。今回もね、130安打目指してね、とりあえずやっていきたいと思います。2000本安打をね、2000本安打目指せっつってもポカーンとするんで、まあまずは今シーズン130安打目を目指して頑張っていこうと思います。通算がね、今682安打です。よし、頑張っていこうぜ。おっしゃ、札幌の帽子きた。130安打ね、まあ94安打。打席には3番バッター、若干多い。昨日のゲームはホームラン2本を含む5安打の大活躍でした。あぶね、いいところで打って勝利に貢献しましたよね。若干多いんだよ。そうですね。さあ、走ってきた。キャッチャー送球してセーフ、盗塁成功。30ちょい。まあ走ってくるの分かってたはずなんで、ああ、もう少し工夫してもらいたかったですね。これマジで、うわ、三振を奪いました。俺ツーストライクだと思って見逃した。うわー、やっちった。バッターボックスは3番レイ。先ほどの打席、最後は見逃し三振に倒れています。ここも初球打ち、この辺りはどうか。ワンバウンドヒットになりました。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。ファーストランナー三塁回ってホームを狙う。三塁を送ります。ファーストランナーセーフ、スリーベースヒット。ここはうまく打ち返されました。得点を許しています。オッケー、スリーベース。左さん、バッターボックスレイ先ほどの打席で先制となるスリーベースヒットを放っています。珍しいよ。タイムリーは痛かったですよね。はい、今度は抑えないといけませんよね。ランナースタート、ヒットエンドラン、杉浦。いや、絶対ヒット打てるわと思った。ダメだ。さあ、そして打席にはレイ入ります。嫌なバッターに回ってきましたね。さあ、ピンチは続いています。センターだからダメなんだよ。そこの方向は一番伸びない。追いつくことはできませんでした。一番伸びない、そこ。これが先ほど、ダメダメよ。 OK。 さあ、ファイターズ得点圏にランナーを背負った場面です。逆転を狙うためにここでの追加点は絶対許してはいけませんね。そうですよね。 OK。さあ、そのマウンド上の吉川、センターに乗っていく。これはいい。これは面白いところに飛んでいる。このフライはヒットになりそうだ。中継にボールが送られる。セカンドランナーホームイン。オッケー、スリーベース2本目。珍しいわ、一試合に2、追加点を上げる。2本のスリーベース。タイムリーを打たれてしまいました。日本ハムファイターズスリーベース2本対戦となってしまいました。いいね。西さん、結局最後、珍しいな、スリーベース。意外とね、狙えるんだよ、スリーベースって。だ、トリプルスリー全然ある。30本目指すか、ホームラン。それで打てる。よし、ドームには大歓声。よし、まあ、まあ目先のね、目標の130、マジでとりあえず目指す。3番レイ、昨日のゲームでマルチアンダーを記録しています。スリーベースのマルチアンダーバッティングをしてましたよね。はい、さあ今日も好調を維持していけるんでしょうか。積極的にバット出す。マウンド上のピッチャーは上沢、そしてキャッチャーはファルファル。このバッテリーをライオンズ打線がどう攻略していくか。3球目、オッケー、オッケー、オッケー。変化球、空振り。スライダーかなと思ったらサークルチェンジだった。バッターは3番レイ。やばいね、この回1点を失っています。さあ、先制点を奪われてなおも得点圏にランナーを背負った場面。打ちました。いや、ダメだな。渡辺、ダメ。一塁を送ります。一塁アウト、スリーアウトです。いや、詰まる打球が。打順は3番レイ。打球が詰まるな。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れて、ファーストランナースタート、はい、キャッチャー2塁送球する。盗塁成功です。オッケーオッケー、ナイス盗塁。この場面で盗塁を決められてしまいました。まあバッテリーもね、警戒してたんでしょうけどね。これは当然の変化球。3球目は何で来るか。インサイド打った、
いや気持ちが焦ってるからバットに今シーズン得点圏での打率はバットの芯に当たんなくなってきたとなっています。そうそうワンバウンドヒットになりました。それでいいんです。ランナーサードキャンパスを蹴った。ボールは中継セカンドランナーホームイン。それなんですよ。警戒していた相手ですがタイムリーが出て追加点を。それでいいんです。 OK いいよ。打席には3番バッターレイ先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています、うん、さっきはしてやられましたよね。 OK それなんです。左中間に強い打球センター左へのヒット一塁決定二塁。それでいいんですよ。バッターランナーは二塁到達。これでマルチヒット。マルチよし来た。バッターボックスには3番レイ先ほどの打席でレフトへのツーベースヒットを放っています。ヒットでランナーを一塁に置いています、うん、やばいねあれやばい。一塁牽制球一塁はセーフ。あれはまずいね。インサイド落ちました。落ちたべ。オッケーセンター弾くボールを拾ってオッケーこれで3安打猛打賞3安打2アウト2塁。畳みかけた最後。残念ながら日本ハムファイターズ敗れてしまいました。最後まで点差を縮める。いいねマジいい。この調子この調子よマジでこの調子で打ってけば大丈夫。打てる誰かまたおし。ベストライフドームです。3安打3安打打てばいいんですよ。まあむずいけどね。クリーンナップが登場します。バッターレイ昨日のゲームでは猛打賞を記録しています。当たってましたよね。当たってるんです。バンバン折れてましたからね。さあ今日もバッティングは好調なんでしょうか。当たってるんですよ。ランナーありません。マウンド上打った。オッケー。これはどうか。最高だぜ。頭を越えました。お前ってやつは。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。オッケー。バッターランナーは二塁まで進みました。ツーベース。これが今シーズン100本。今シーズン100本目のヒット。三番バッター。オッケーいいよ。まあ、さっきはストレートを打たれましたからここは変化球中心に考えたらいいかもしれませんね。うん、そうですね。そういったポイントを抑えた配球になってくるかどうか。いいところで決まります。これが3球目、うん、ほう内に持ってきました。2エンド1高めのボール。めっちゃストレートだと思ったらスライダーだったか。これが5球目。オッケー。左中間に大きな打球。捉えた。真ん中を破りました。破った。オッケー。バッターランナーは二塁到達。破ったぜ。マルチヒット。よし。いいよ。バッターボックスは3番レイ。今日はここまでマルチ安打を記録しています。今日は調子が良さそうですね。オッケー。いや調子いいねやっぱ。左中間を深々と破るヒットになりました。いや調子めちゃめちゃいい。バッターランナーは二塁到達。これで3打数3安打の3の3。ここは見事なバッティングツーベースヒットでランナー3の3よ。こっから打てたらね。バッターボックスレイ神。今日はここまで猛打賞を記録しています。です。いやー当たってますよね。絶好調。打った。大きな打球になった。センターオーバー。伸びて。センター深いところを破っていきました。ツーベース。バッターランナーは二塁まで進みました。これで4打席連続のヒット。4の4かいいね。ここでもヒット。バッターは3番レイ。今日はここまで4安打を記録しています。いやキャッチャーも配球に悩むでしょうね。うわもう投げるところがないといった感じでしょうね。いいライオンズ内野ゴロの間にランナーはホームまで帰ってきました。うわここもファールです。まあ、ここは抑える自信があるなら勝負してもいいですよ。なるほど。さあどう来るか。ファール。浮いたな。ボール。ていきます。次が6球目。ボール。アウトコース外れました。選球眼。引っ張った。あれアウトかな。3アウトです。あれボールかな。まあ勝った。西武ライオンズが見事勝利を収めました。オッケー。これで4打数4。4安打。
完璧です。よしよ、積み重ねてるよ。いい、もうどんどん打つだけ、それがね使命だから。 OK、 メットライフドームからお伝えしてまいります。よしよ、お、103安打ですか。いいですね。バッターは3番のレイ。昨日は4安打を記録しています。2アウトになっています。枠井か。この回のライオンズ打線ですが、早くも2アウトになっています。まあ簡単に打ってしまいましたね。はい、そうですよね。うん。OK。3球目打ちました。これはどうか。持ってった。ワンバウンドヒットになりました。打ったバッターが受けて2塁に向かいます。OK、ツーベース。バッターランナーは2塁到達。ランナー出ました、西武ライオンズです。いいよ。打順は3番レイ。まあ前の打席はストレート打たれましたから、130安打って結構使い方を考えたいですね。無理難題だったかな。レフトバックする、バックする、レフトが追いかけますが頭を、無理難題だったかもしれん説ある。バッターランナーは130。これでマルチヒット。適当に言ったのに考えもせず。打席には3番バッターレイ。なんてことを言ってしまったんだ。今日はここまで1安打を記録しています。いいですね。今日は調子がいい。打ちました。ぐんぐん打球は伸びている。伸びてフェンス直撃。一塁蹴って二塁に向かう。オッケー。バッターランナーは二塁まで進みました。めっちゃ打ってるよ。3安打の猛打。めちゃくちゃ打ってるよ今。俺はめっちゃ打っている。ここ5試合で打率は6割を超えていますが、バッティングの調子がすごいだろう。見ていいでしょうか。いや、よく打ってますね。諦めずに打ってんだよ。余裕が感じられますし、力みのないいいスイングをしてますよ。なるほど、ここはその好調さを見せたいところ。打ちました。この打球は落ちるか、どうだ。うお、メロが抑えて3アウトチェンジです。いや、アウトか。アウトだよね。残念ながら西武ライオンズ敗れてしまいました。負けたん。石さん、ついに130やばいかも。まあ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 、まあ、いけるよ。諦めんな。うわ、則本か。メットライフドームからお伝えしてまいります。マジ早く早く打つ、なるはやで打つわ。3番バッターレイ。よし、昨日のゲームは猛打賞を記録しています。いやー、簡単に打ちでしたよね。あー、アウト。打ち上げました。弾き返した打球は打ち上げてんだよ。打ち上げています。よし、ライオンズ4回裏の攻撃になります。バッターはレイ。打つしかないのよ、僕には。倒れています。いや、アウトにはなりましたけど、当たりでしたから、ここは慎重に行った方がいいと思いますね。はい、そうですね。頑張れ。ライオンズビハインドで迎える。うわ、攻撃です。曲がるかなと思ったら、違う。これもファウル。違うんだよ。うん、落ちる球を選択しましたが手を出しませんでした。危ない。打った。よし、高く上がった。伸びていく。どうだ。どうだ。よし。いいよ。のヒットになりました。オッケー。バッターランナーは二塁到達。そしてこれが今シーズン50本目の。いいよ。マジで。バッターボックスには3番レイ。まあ、さっきはストレートを打たれましたから、130やばいかも。変化球中心で考えた方がいいかもしれませんね。さあ、ここはどういったセレクターをしてくるか。130安打本当に行くのか俺は。打った。センターに強い打球。センター下がっていく、下がっていく。センターオーバー。毎回ツーベースしか打ってない。バッターランナーは二塁まで進みました。これでマルチヒット。ツーアウト。よし、でも猛打賞10試合すればもう30なんで。前の打席はツーベースでしたからね。今日はバットが振れてるようなんで、ここも思い切って狙っていって。初球打ち、このフライはヒットになりそうだ。ヒットになった。猛打賞だ。バッターは1塁蹴って2塁に向かう。オッケー、3だ。バッターランナーは2塁到達。
これで3安打猛打賞。3安打。この企画本当につらい。ライオンズ敗れてしまいました。やばいよ。辛すぎるよ。やばい。37試合連続ヒット。でももう打つしかないから、どう頑張ってももう試合を重ねて打つしかない。今日は晴天に恵まれました。もう打つしかないんだ、頑張っても。バッターボックスは3番レイ、うん、昨日のゲームで頑張れ好調を記録しています。うーん、当たってましたよね。インサイド落ちました。よし、ヒット。よし、ラッキーヒットです。あれはラッキー、ラッキーよ。あー、ランダ食らってる。3番バッターレイ、先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。ヒットです。漆原、まずは先頭打ちました。よし、ヒット。大きな打球になった。伸びていく。どうだどうだ、この打球は落ちそうだ。オッケー、またランナーは2塁まで進みました。これでマルチヒット、完璧だ。2安打。おし、里崎さん、5回の段階でこれだけのリード、いいよ。そしてはどのようなことを考えていますか。まあ、この試合は中継ぎ陣をしっかり休ませるためにも先発投手に完投してもらいたいと思ってるでしょうね。あー、もうアウト。後藤を抑えて浅めに守ってたのかな、じゃないとあの打球取れないべ。ゲームは8回に入ります。ライオンズ打順よくこの回はクリーンアップから始まります、うん、バッターはレイ。この打席はセンターフライに狙ったけど、前の打席大きい当たりでしたよね。ちょっとヒヤッとしましたよね、うん、ここは長打を警戒しておいた方がいいでしょうね。そうですね。長打、大きな打球が、そのままスタンドに入りました。ソロホーム、19本目ホームラン。ここで一発を浴びてしまいました。狙ったホームラン、しかも猛打賞、しっかり食い止めたいですよね。さあ、この場面で打席には3番のレイ入っています。レフトに持っていった、これは大きいぞ。入った、ホームラン。20本目、今シーズン第20号の同点。土壇場で試合は振り出しに戻りました。お、マジで同点じゃん、負けたし。オリックスバファローズがなんと劇的なサヨナラで勝利しました。よし、4番だ。よし、2本打ったぜ。すごいだろう。通算700本塁打。700本塁打じゃない、700安打。折り返しまであと300。京セラドーム大阪からお伝えしてまいります。まあ、そんなことはいいんだ。とりあえず130安打を目指す。バッターボックスレイ、昨日のゲームではホームラン2本を含む4安打を記録しています。しっかり打点を、トリプルスリーに目指すんだ、今シーズンは。さあ、今日もバッティングは好調なんでしょうか。ツーアウトランナーありません。目の前で取られた、にっこりしながら。腹立つわ。スライダーって弱いんだよね。ライオンズ打順よくこの回はクリーンアップから始まります。レイ、バッターボックスに入ります。初球打ち、レフトライナー、定位置で、まずワンアウトです。定位置なんよ。さあ、バファローズ、勝ち越しのランナーを背負った場面です。一回落ち着きたいですね。牽制とかいいから。初球打ち、サード取った、間に合うか。ホームタッチはアウト。もうダメダメ。ツーアウトランナー二塁一塁と変わっています。もういいよ。さあ、ご覧ください、先ほどのプレーになります。もういいから、ヒットが出ないの。さあ、そしてバッターボックスにはレイ入っています。さあ、ランナーを得点圏に背負っています。これ以上点は得れませんから、珍しくヒットが出ない。何とか頑張ってしのいでほしいですね。なるほど、そうですよね。うちのボール、よし、やっとヒットが出た。ワンバウンドヒットになった。二塁ランナー三塁も回った。中継にボールが送られる。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは三塁まで進みました。ライオンズ警戒していた相手ですがタイムリーを打たれてしまいました。めっちゃスリーベース打った。
バッターボックスは3番スリーベース先ほど割と出るタイムリースリーベースを放っています。まあさっきはいいパスボールあっと取れないバッテリーエラーボールを拾ってオッケー2アウトランナー2塁ここで嫌なミスが出ました。おいやこういうミスからの失点は避けないと流れが悪くなりますよね。ええー、まあしかし豪快なスイングしました。差し込まれたちょっとだけマッシンでは捉えてない。まあ勝った1安打か。西さん最後1安打はやばい。ああ1安打か。いやもうでも打つしかないかな。頑張ってたくさん打てるときに打っとかないと。京太郎も大阪からお伝えしてまいります。114安打ね。 OK バッターボックスレイもう打たないと。送りバントで進塁を許しています。さあ1打出れば先制という場面。初球打ちさあどうだ。先制だ。ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナー3塁を回った。いけよし。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは2塁でストップ。 OK ライオンズここで先制点を奪われてしまいました。うん完璧だ。バッターは3番よしどんどん行こう。先ほどの打席でイケイケどんどんツーベースヒットを放っています。うんよく決めてくれましたね。うわーそれは打てない。ここ気持ちも乗ってると思いますね。そうですね。イケイケどんどんで、まずはワンアウトを取っています。うわ低めに落としました。空振りです。あっという間にスラブフォークって見逃しです。無理予想外。このレイここのところ5試合で打率は6割を超えていますが、うん、バッティングの調子が上がっているんでしょうか。投げるピッチャーが少ない、ね、なるほどそうですか。さあここは好調さが発揮できるでしょうか。フォークだったらまだしも警察だけは避けたいですね。なるほど。さあバッターはファウルになります。ファウル、まあ、ピッチャー牽制がうまいですから気をつけないといけませんね、うん、そうですね。うわスラブ抜けランナーはどうするか。走ってきた。またファウル。6球目は何で来るか。あっとファボール。フォアボールを与えます。いやファーボールってヒットになんないんだもん。だちょっと打順は3番レイ。前の打席ではファーボールを選んでいます。うん2アウトになっています。初球フォークか。フォーク OK。大きな打球になった。フォークだった。この辺りはどうか。満満中左中間破っていきました。オッケー。バッターランナーは2塁到達。これでマルチヒット。いいよ。ツーアウト満塁。打席には3番バッターレイ。まあバファローズとしてはツーアウト満塁。点差もあって厳しい状況ではありますけど、雑にならないようにしないといけませんね。はい。さあここはしっかり守りたい。インサイドしました。切りました。ファールボールです。スライダーか。バッターボックスのレイ今シーズンの得点圏打率は6割2分7厘となっています。いや素晴らしい数字ですね。カーブさすがクリーンアップを任される選手ですね。ここも期待十分ですね。あそうですか。縦カットかオートショットか。球目打ちました。うわ粘る。ファールボール押し出し。さらに点差を広げます。このファーボールライオンズ1点。まあ、ナイス押し出しなんだけどね。あれはオリックスバファローズ敗れてしまいました。2安打投打ともに流れに乗ること。あと12、3安打ってとこですか。いやー頑張れ。頑張ってヒット打つしかない。よし。お、千葉ロッテが、ロッテ。まあ、毎回2安打ぐらいしか打ってないな。4とか欲しい。照明に火が灯りました。ナイトゲームが行われます。116安打。あと14本ヒット。前回のゲームでマルチ安打を記録しています。いいところで打ってましたよね。あと14本か、はい。
さあ今日も好調を維持していけるんでしょうか。維持していかないといけない。スタートになっています。スランプとかはもういらないんだ。打ちました。痛烈な打球、入った、ホームラン、入った、ホームラン、オッケー。ここで一発を浴びてしまいました。しかしまだ1点、ホームランです。21本。バッターボックスには3番レイ、うん、先ほどの打席でソロホームランを放っています。2アウトになっています。30盗塁か。センターに大きな打球、うわ、どうか、センターオーバーにはならない。30盗塁無理かも。3番バッターレイ、ふざけんな、バントしてたら。前の打席はちょっとヒヤッとするような大きな当たりでしたよね。ここはバントしてたな。ダメなんだ。フォアボールのランナーが出ています。さてこのところのライオンズですが、ここまで2連勝。俺は絶対な、何が何でもヒッティングすんだ。打ちました、取った、二塁送球、二塁アウト、うん、いやカーブ本当に合わない、ダメだな、ダメ。バッターボックスは3番レイ、今日はホームランを放っています。ワンアウトランナーありません。さあ守護神マスダが打ちました、ヒットになった。オッケー、ヒット、これでマルチヒット、逆方向、ワンアウトランナー1塁で、うわ追いついたけどすぐやられた。マリンズがなんと撃破。いやマルチヒットしか出ない。3、4安打いけない。どうしたらいい。ここは数字が残せない。よく晴れた天気になりました。ゾウマリンスタジアム、118。さあそして打席にはレイ入ります。さあ追加点は許したくないところ、打ちました、落ちたべ、オッケー、ワンバウンドヒットになりました。ホームに送球、これで久しぶりにカーブ打った。ノーアウトランナー、よし、バッターのレイ、ここ久しぶりに打ったカーブ。打率は5割を超えていますが、バッティングの調子が上がっている。ランナースタート、キャッチャー送球して、嘘、アウトだろう。ここで盗塁を許してしまいました。まあ走ってあれはアウトだったはずなんで、もう少し工夫してもらいたかったですね。いやアウト、アウト、打球はレフトへ、全然ダメ、で2アウト。いやもうバッターボックス打ちたいんで俺は。先ほどの打席は打ち上がりたいのに倒れています。前の打席あわやというような大きい当たりでしたよね。ここは注意していった方がいいですね、うん、はい、そうですね。ヒットでランナーを一塁に置いています。今日の先発ピッチャーはマリンズが二木、そしてライオンズが高橋光成、この二人の投げ合いとなっています。違う、うん、中途半端なバッティングで閉鎖する。ファーストランナースタート、インサイド落ちました。これはスタンドへ入りそうです。オラッキー、決めました、ファールボール。まあキャッチャー送球がうまいですから、ランナーは気をつけないといけませんね。ああそうですね、目が疲れてきた。走ってきた、ヒットエンドラン、ああダメ、取ってツーアウトです。ファーストランナー飛び出している、やばい、はアウト、ダブルプレー。ここに来てさ、ついに調子が悪くなってきたかも。バッターは3番レイ、調子が悪い。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。牽制挟まれっと、ランナーを1塁に置いています。打てなくなっちゃう。ちょっとすっぽ抜けた感じです。ドカーンと大きな当たりです。高く入った。ホームラン。いや完璧に捉えました。完璧なホームラン。よし。まあこれで。打順は3番レイ。マルチアンダー。先ほどの打席でツーランホームランを放っています。いやナイスホームランでしたね、ここは気持ちよく打席に入ってるでしょうね。もう出しもねえな、はい、この打席も期待しましょう。ワンアウトランナーありません。打った、レフトが追いかける、おお入った、入ったホームラン。いや早い、ね、連発多いな。でももう出しも、千葉ロッテマリーンズ敗れてしまいました。いいね、2発
22、23。いいね、3安打はいいことよ。いいよ、よし、もうちょいかな。今日は晴天に恵まれました。121安打。打順は3番レイ。昨日はホームラン2本を含む猛打賞を記録しています。121安打だから、さあランナースタート、キャッチャー2塁送球する、セーフ。単純に空振りしてしまった。この場面で盗塁を決められてしまいました。まあそうですね、走ってくるとは分かったんですけどね。うん、外へ持っていきましたが入りません。豪快なスイング打ちました。全然一歩も動いてないセンター。あと9本なんだよ。9本ってね、意外とある。レイ、先ほどの打席はセンターフライに倒れています。種市、まずは先頭バッターを。いいよ、ファールになっていけよ。ツーアウトになりました。ファールになってマジで。さあそしてバッターボックスにはレイが入っています。さあ得点圏にランナーを背負った場面です。こういった要所を締めて打ちました。アウト。レフトライナー掴んで、まずワンアウトです。やばい。さあそして打席にはレイ入ります。さあランナーを得点圏に背負っています。まあここを抑えることで勝利がぐっと近づきますから、ここを抑えないといけませんね。なるほど、そうですよね。バッターのレイ、今シーズン得点圏での打率は6割ちょうどとな。左へ持っていった、スタンドへ入り、左に切れます。次が4球目、レフトへ持っていった。そういうこと。ぐんぐん伸びる、入りました、ホームラン。よし、ホームラン。もちろん警戒はしていたんですけど、スライダーだったか。さあそしてバッターボックスにはレイ。よし、キャリア入るよ。得点圏にランナーを背負った場面です。これ以上点は初球打っていた。いやだめ、違うんだよ。高い打球、この打球あそこじゃないのよ。掴んでツーアウト。ツーアウト、ランナー二塁となります。あれじゃない、千葉ロッテマリーンズ。ついに1安打ホームランのみ。なんか調子に乗れない。うまく打てない。どうしたらいいんだ。うまくヒットが打てない病が困るな。この病気、ヒット打てない。このピッチャーとは相性いい。メットライフドームからお伝えしてまいります。よし、122ね。あと8本。打席には3番バッターレイ。あと8本よ。前回のゲームでは見事なホームランを放ちました。いい。ファーストランナースタート、キャッチャー送球して、ボール1連投です。ボール1を見事決めました。これで先制点にぐっと近づきましたよね。やはり足があるっていうのは大きい。アウト。豪快なスイング打ちました。センターへ打球伸びる。いや、センター狙っちゃいけないんだよ、やっぱ。いやライオンズ4回裏の攻撃になります。センターってダメだな。バッターはレイ。狙ったら先ほどの打席はセンターフライに倒れています。ライオンズ1点ビハインドで迎える4回の攻撃です。さあ赤星さん、オッケー、ホームラン。伸びていく、どうだ、入る。そのまま、もう捉えた瞬間分かったよ。鮮やかなホームランを見せてくれました。入ったって。今のバッティングご覧。いや、この1本だけだとやばいんだよ。ホームランを含む活躍を見せていますが、バッティングの調子が上がっていると見ていいでしょうか。いや、そうですね、俺からしたらね、バッティング上がってない。間違いなく絶好調ですよね。なるほど、絶好調じゃない。さあここは好調さを発揮できるでしょうか。打ちました、切れました、ファールボールです。そう、ここは2安打しないと打っていかないといけませんね。なるほど、さあバッターは何を待っているか。打ちました、切れました、ファールボール。違うな。打ちました。違う。野村が掴んで3アウトです。選球眼か。
鈍ってきた。8回の裏、ライオンズ打順よくこの回はクリーンナップから始まります。もうホームランの1打しかね。バッターボックスに入ります。今日はホームランを放っています。打ちました。このフライはヒットになりそうだ。ヒットよ。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。2安打。バッターランナーは2塁まで進みました。これでマルチヒット。2安打2安打。ここはうまく打ち返していきました。ツーベースヒット。ツーベース。セーブライオンズが勝ったけど収めました。マルチ安打。逃げ切りました。もうちょっとヒット打ちたい。もうちょいヒットが打ちたい俺は。もうちょいなんだ。メットライフドーム。よし、あと何ヒットなんすか。6。バッターボックスには3番レイ。あと6ヒット。昨日のゲームはホームランを含むマルチ安打を記録しています。そうなんだよ。大きかったですよね。はい。さあ今日も好調を維持していけるんでしょうか。6か。ツーアウトランナーありません。マウンド上のピッチャーは杉浦、そしてキャッチャーは清水。このバッテリーをライオンズ打線。打ちました。高く上がった。よし。レフト下がっていく、下がっていく。しょっぱなからツーベース。に向かう。いいよ、状態いい。ランナーは2塁まで進みました。ランナー出ました。セーブライオンズ。いいよ、状態いいよ。さあそして打席にはレイ入ります。さあ状態がいい。が続きます。まあここで繋いで1点でも多くと。ランナースタート。インサイド落ちました。落ちた。どうだ、落ちるか。めっちゃ落ちた。ヒットになりました。サードランナーホームイン。よし、2安打。いいね。期待に応えるバッティングを見せました。すんごい詰まったけどね。5点だけど。バッターボックスには3番5点なんだけどね。さっきのヒット、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。うん、いいところで打ってくれましたよね。めっちゃポテン、はい、リードはしてますけど、この打席もしっかり集中していってほしいですね。ストレートね、はい、この打席も期待しましょう。うわ、杉浦まずは先頭バッターを打ち取っています。ファーボール。ストレートのファーボール。ちゃんとファーボールは見る。さあそしてバッターボックスにはレイ入っています。さあ、うん、チャンスが続きます。まあここはつなぎましたんで得点差を広げておきたいですね。なるほど、そうですね。低めのボール打った。オッケー、よく見た。ヒットになる。セカンドランナーサードが蹴った。ボールは中継。セカンドランナーホームイン。3安打。ライオンズナイス。期待に応えるバッティングを見せました。3安打。久しぶりの猛打賞よ。さあそして打席にはレイ入ります。さあ追加点の欲しい場面。いや、打てる球だったら打つ。追加点が入るとグッと勝利が近づくでしょうからね。ランナースタート。キャッチャー2塁送球する。ボールが良かった。しかもカーブ。ヒットで2点取れるチャンスになりましたね。やはり足があるっていうのは大きな武器になりますね。はい。よし、長打。4安打。さあどうだ。ヒットになった。三塁を回っていく。よし。そしてセカンドランナーも三塁回っています。2点タイムリーツーベース。試合を制したのはセーブライオンズです。ノルマをグッと必要した。俺は4となりました。4安打。よくやった。たまに出るんだよこういうのが。いいね、いいよ。もう今回130までやったらもう追加しない。メットライフドームからお伝えしてまいります。あと何本すか。あと2本。 OK。 あと2本ね。レイフォアボールを足がかりにチャンスを作っています。さあライオンズ先制のチャンスを迎えています。スプリット。小宮山さん、犠牲フライを防ぐような配球。打ちました。もうセカンド取った。ダメだ。セカンドホースアウト。サードランナーホームイン。いや、打点じゃないのよ。ライオンズ打点じゃない。俺ヒットが欲しいんだ。バッターボックスは3番レイ。先ほどの打席で打点を上げています。俺ヒットが欲しい。ヒットしたかったですよね。今度はいいところを見せてほしいですね。期待しましょう。ストライクか。ヒットでランナーを一塁に置いています。さて好調ライオンズはここまで4打ちました。ダメ。弾き返した打球はセンターへ。ダメだ。
もうちょっと待った方がいいんだよね多分。バッターボックスレイ、先ほどの打席はセンターフライに倒れています。先ほどはいい当たりだったんですけどね、まあタイミングは合ってると思うので期待したいですね、タイミングはね。デッドボールのランナーが出ています。センターに飛ばしたらもう終わりなんだよ。ないと見ていいんでしょうか。いや、まあ、走ってきた。ヒットエンドラン。あ、ダメ。打球は落ちるか。どうだ。ここはセンターが抑えています。ツーアウトです。なんだろう。センターそんな足速い。現在のピッチャーの状態まだ。まあ西川だからな。足速いよな。バッターは3番レイ。今日はまだ当たりがありません。前の打席はハワイアという打球でしたよね。本当に当たりない。合ってると思うので期待したいですね。どうしたらいいんだっていうぐらい困ってる。ヒットでランナーを一塁に置いています。一塁牽制、セーフ。本当に当たりがなくて困っております。よし、一本。ワンバウンドヒットになりました。ファーストランナー、やっとヒット出た。三塁に向かう。遅い。これが自身本日の初ヒットになります。遅いよ一本。遅い。ここでもヒット打とう。打順は3番レイ。まあ先ほどのヒットはいい当たりでしたね。ランナースタート。キャッチャー送球してセーフ。セーフ。セーフセーフセーフ。この盗塁は大きいですよ。チャンスになりましたね。やはりあーダメ。それがダメ。センターへ。本当に。センターが取りました。そのセンターもうセンター行った途端絶対アウトなんだもん。見事勝利を収めました。これで5連勝ということになります。いやもう一試合か。もう眠すぎ。もういいよオールスターとか。もうあと目先のあと1本大事なんだよもう。よし。メットライフです。よし。もう1安打すれば俺の勝ち。もう。クリーンアップが登場します。バッターレイ。マジ1安打すればもう俺の勝ち。マウンド上小島、そしてキャッチャーは田村。もうチェンジアップだよ。打線がどう攻略していくか。引っ張った。ああ、抑えて3アウトチェンジです。もうめっちゃ足速くね、外野。侍ジャパンのメンバー、そんな足速くない外野。先ほどの打席はレフトフライに倒れています。打球自体はいい当たりでしょう。打った、レフトに強い打球。この当たりはどうか。ダメダメダメ。打球はいいんだよ。打球は先ほどの打席はレフトフライに倒れています。前の打席はいい当たりの外野フライでしたよね。バットは触れてると思うんですけど。ああもうダメ。よく間に合いました。ファインプレイ。おこれ。ここはファインプレイに阻まれてしまいました。もうクソ。ご覧いただきましょう。このスライディングキャッチ。もう飛んなよっていうぐらい。本当に。三番バッター。飛んなよなっていう感じ。今日はまだ当たりがありません。さっきは取られはしましたけど、あわやという大きな当たりでしたよね。バントなんかしねえよ。タイミング合ってるんで、今度はやってくれるんじゃないでしょうか。次の試合まで延長させたくないわ。ヒット一本ごとき。タッチもセーフ。ファーストランナースタート。キャッチャー送球して。オッケー。セーフ。盗塁成功。盗塁を見事決めました。いやー、これはよく走りましたよね。もう大丈夫。次、運がないからもう。よし、こういうときに出てくれた。セカンドランナーはサヨナラか、サヨナラなるか。よし、決めた。130安打目がサヨナラヒット。なんという劇的な幕切れ。鮮やかなバッティングでした。よし、この人のタイムリーで見事なサヨナラが。危ねえ。サヨナラ、サヨナラが130安打目。オッケー、やったぜ、終わったぜ。はい。130ちょうどでさよなら打ったんで、もう今日はここまでにしたいと思います。まあ、次回は160安打が、に行きたいです。で、気になる方はね、ぜひ
チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。じゃあ。